女優の浜辺美波が13日、都内で主演映画、6人の嘘つきな大学生、22日公開、佐藤雄一監督のトークイベントに共演の赤楚英二、佐野早人と出席した。企業の最終選考に残った6人の就活生の心理戦を描いたミステリー。陽気なキャラクターで親しまれる佐野が撮影期間を振り返り、統率力のある役柄だったので、 あまり喋らず、静かにしていましたと告白。それに対し、浜辺は、撮影が終わって、宣伝期間になると天然さんだよねと佐野の天然キャラを暴露して笑わせた。山下瑞月、倉友希、西垣匠未らも出席し。